おはようございます。おはようございます。ハレリア。おはようございます。今日はちょっと寒い日だったでしょうか。皆さんお元気でしょうか。土曜日の朝なのでね、休んで寝てる方が多いと思いますが、皆さん、起きて、おられて、いらっしゃって本当に感謝します。毎朝そして、夜放送しております、皆さん、私たちは、御言葉を学んでいます。御言葉を学んでいます。そして私たちはその御言葉によって、物事を考えて判断して、そして、主に向かって生きています。主と共に生きています。皆さん、皆さんの中でもイエス様を信じておられる方たくさんおられると思いますけれども、一緒に喜んでいきたいと思います、イエス様を一緒に喜んでいきたいと思います、今週の木曜日ですね、その一昨日になりますが、ハヌカの祭りというのが始まりました。ハヌカの祭り、これはイスラエルの祭りですが、あの神殿を、紀元前160何年に、神殿を奪回したお祝いです。一時的に神殿を汚されてしまったけれども、マカベア家だったでしょうか、マカベア家の人たちがもう一度神殿を奪回したお祝いの時ですね。そしてこれをメノーラと言いますが、このメノーラが9本、これは普通7本なんですが、この9本のメノーラでこの灯火をこうどんどん毎日増やしていくという、そういうお祭りなんですね。このメノーラは世の光、教会を表しますね。教会、そしてその火がこうついていくというのは、教会に火がついて世の中が明るくなるということではないでしょうか。皆さん、そういう意味では、そのこれからのリバイバル、これから終わりの時代のリバイバル、教会に火がつき世の光となっていくのではないでしょうか。皆さん期待しましょう。これからは教会の出番です。クリスチャンの出番です。これからは、イエス様の光を反映して教会が光る時ではないでしょうか。そういう意味では、その終わりの時代のリバイバルを表すと言ってもいいかもしれません。ハヌカの祭り、光の祭りと言います。12月は冬至がある時ですが、その一年で一番暗い季節ですね。一番暗い季節、その一番、明日がアドベントですか。明日からアドベント。一番暗い季節、ですが、そこに世の光が必要。まさに日本はですね、今闇の時代、もう本当に暗い時代ではないでしょうか。すべてが行き詰まり、すべてが行き詰まっている時代ではないでしょうか。そういう意味で今の日本に必要なのはイエス様の光、イエス様の光が今必要ではないでしょうか。そのために、兄弟姉妹の皆さん、兄弟姉妹の皆さん、今私たちは信仰によって熱く輝く時ではないでしょうか。イエス様がおっしゃいました。熱いか冷たいかになりなさいと、生ぬるくてはいけない、生ぬるくてはいけない、私はその吐き出そうと、生ぬるいものを吐き出そうと、黙示録に書いてあります。私たちはもちろん冷たいのは良くないですから、
信仰に熱くなることが神様の御心です。皆さん、信仰に熱くなりましょう。信仰によって熱くなることが神様の御心です。そして今イエス様の再臨を待ち望んでいる時です。イエス様の再臨を待ち望むならば、なおさら、その熱くなるべきではないでしょうか。九州のものはハヌキヤという、あ、そうですか。奈良市の目の、奈良市はメノーラといって、九州のものはハヌキヤというんですか。はい、はい、ハヌキヤ、ハヌキヤですね。それでですね、あとですね、おとといはですね、アメリカでは感謝祭なんですね。感謝祭、その感謝祭というのはですね、イギリスから正教徒たちが、ピューリタンたちがですね、アメリカに、移民したわけですね。移民したわけです。サンクスギビングデーですね。そして、その、アメリカに行ってですね、最初は食べ物がなかったわけですね。食べ物がなくて、そして1年目はその作物を育てたわけです。そして、その最初の1年目の収穫ですね。その1年目の収穫の時ですね、感謝を捧げたわけですね。神様に対してその収穫を感謝した、1年目の収穫を感謝したということで感謝祭が始まったと聞いておりますが、最初の1年は本当に苦労したんではないかと思います。そして、アメリカという国はですね、アメリカという国はクリスチャンが、そのイギリスの、教会に対してもっと純粋な信仰で歩もうというピューリタンが、アメリカに移住して、で、クリスチャンの国を作ろうと、クリスチャンの、その国を作ろうということでアメリカの建国があったと聞いております。アメリカというのはそういう素晴らしい、国の始まりだったんですね。クリスチャンがクリスチャンの国を作ろうという、そういう意味でアメリカは、初めはそのクリスチャンが、基本の国だったんですね。その結果、神様はアメリカを、祝福し、アメリカは、繁栄して、大国になりました。今も政治的経済的には世界一の大国になりましたけれども、しかし信仰的には、かえって逆に悪くなってきました。最初の信仰の、理念、とても素晴らしい、そのアメリカの建国だったんですが、今はですね、そのアメリカはすごく悪くなっております。信仰的に悪くなっています。同性婚を認め、中絶を認めるような国になって、麻薬や、そのアルコールや離婚や、そういうクリスチャンのそのモラルと反するような、そのような問題がどん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 増えてきて、
アメリカは非常に悪い方向に向かっておりますが、しかし、アメリカはまだまだクリスチャンがたくさんいる国でもあります。アメリカのクリスチャンがもう一度リバイバルを起こして、アメリカがもう一度信仰の国、クリスチャンの国になってほしいと思います。そういう意味では、その日本もアメリカも、アメリカもですね、そのリバイバルが必要ということになると思います。日本もアメリカも、リバイバルが必要です。特に日本はですね、日本はアメリカとすごくその、結びつきが強い国なんですね。結びつきが非常に強いです。明治維新、はですね、アメリカの、ペリーの、黒船ですね、黒船によって開国しました。鎖国していた日本がアメリカの、その、まあ、ある意味では外圧といいましょうか、黒船の脅しによって日本は開国しましたけれども、まあ、結果的には日本はその世界に開かれて近代国家になったという、まあ、一種の革命があったわけですね。明治維新という革命によって日本は一応形としては近代国家になったわけです。そして2番目に太平洋戦争で日本はアメリカと戦争しました。そして敗戦しました。その神道国家、天皇を神とした、その神道国家ですね、その、まあ、偶像崇拝なんですね。天皇崇拝という偶像崇拝によって起きてしまった戦争、それに対してその偶像崇拝を打ち破ったのがまたアメリカなんですね。その明治維新と敗戦という大きな日本のエポック、それはまさにアメリカだったということです。そして現在その敗戦によって与えられた一応形だけの民主主義、形だけの信教の自由、形だけの基本的人権の中で、日本は一応クリスチャンの少ない国でありながら、クリスチャンが少ない国でありながら、アメリカの影響によって今かろうじて民主主義の国になっています。でもそれは形だけなんですね。形だけの民主主義です。ですから日本はその敗戦という大きな犠牲の中で今の民主主義があるんですね。しかし神様はこの終わりの時代にもう一度日本を変えて、日本にリバイバルを起こし、本当の、クリスチャンの国、本当の神の国、そのこれから日本が本当に、向かう方向性は、イエス・キリストを信じる信仰しかないんだということ、このことを、主張します。形だけの民主主義ではなくて本当に日本が良い国になるためには、日本が本当の民主主義の国になるためには、イエス・キリストを信じる信仰は必要なんだということの中で、ニコ生で伝道しています。皆さんも本当に、放送に来てくださって、学んで、来てくださって本当に感謝します。それぞれの国にいろんな歴史があります。今世界中ではリバイバルが起きています。今教会ではナイジェリアの方と中国の方が来ております。
ナイジェリアもリバイバルが起きて、もう人口の半分ぐらいの人はクリスチャンだと聞いております。また中国の方も来てますが、中国でも共産主義の国でありながらクリスチャンがどんどん増えていると聞いております。1ヶ月で100万人ぐらいのクリスチャンが増えていると聞いておりますよ、皆さん。すごいすごい勢いで中国ではクリスチャンが増えています。もう世界中はもうキリスト教の世界と言ってもいいぐらいですね。世界中はもうクリスチャンがどんどん増えている世界です。日本は、まだまだこれからです。これからですが、これから日本もクリスチャンが増えると信じます。それが日本のリバイバルです。それが日本のリバイバルです。そして、皆さんに、一緒にですね、リバイバルのために伝道してほしいのです。皆さん自身が信仰を学んで、そして、私たち一緒にイエス・キリストに会って、祈って伝道して、日本にリバイバルを起こしてほしいのです。そういうわけで、本当に私たちは祈っていく必要があります。この朝の蒼天祈り会、まさに皆さんと一緒に祈る放送と言ってもいいかもしれません。はい、今日で11月が終わります。はい、クルーさんおはようございます。クルーさんおはようございます。明日から12月です。12月は、クリスマスの月ですね。クリスマスはですね、日付としては本当のイエス様の誕生日の時じゃないかもしれません。しかし、イエス・キリストの誕生日、それは、なぜクリスマスをお祝いするか、そもそもクリスマスはクリスチャンのお祝いですよね。クリスチャンのお祝いでしたけれども、今や全世界で、お祝いしていると言ってもいいでしょう。しかしそのクリスマスの雰囲気は皆さん、好きな方が多いと思います。嫌いな方もいるかもしれません。家族団らんとか、そういう帰って、クリスマスの楽しさに対して、ちょっとひがむような気持ちも、なりやすいかもしれません。しかしクリスマスの本当の意味は、イエス様がこの地上に来てくれた、私たちを救いに来てくれたということの喜びです。ですから本来はイエス様を信じて救われて初めてクリスマスをお祝いすることができるんです。救われてない人がお祝いするということ自体は、矛盾するわけですね。イエス・キリストを信じてなくて、まだ信じなくて救われてなければ、イエス・キリストの誕生日をお祝いするその理由はないわけです。罪が許されて神の子供になって、救われたということで、クリスマスを、お祝いすることが、できます。そしてもう一つはサイリンクリスマスと言いまして、私は、イエス様は2000年前に来ましたけれども、もうすぐと言ってもいつか分かりませんが、もうすぐイエス様が再臨される、もうすぐイエス様が再臨されるということの中で、私たちは今、イエス様の再臨を待ち望むクリスマス、このクリスマスの、季節は、救い主を待ち望むという意味がありますので、まさに再臨を待ち望むクリスマス、
サイリンクリスマスを提唱しています。皆さん、イエス様をお待ち望みましょう。もうすぐイエス様が来られます。私たちは今イエス様を待ち望む準備が必要なんです。イエスキリストを信じて、そのイエス様の教えをしっかり守って歩むことによって、本当のクリスマスになります。まだ、その信じていなければ再臨はかえって逆に裁かれてしまうのです。最初のイエス様のこの訪問は赤ちゃんとして、人間の赤ちゃんとしてこの地上に来ました。それは十字架にかかるために来られたんですが、再臨はクリスチャンにとっては救いに来られます。しかしノンクリスチャンにとってはイエス様は裁きに来られるんですよ、皆さん。はい、ごめんなさい。のりこさんはちょっとですね、忙しくなられたということで、しばらく来れないということなんですね。今いろんな方がですね、中断されて、今日は一人ですが、また誰かいらっしゃる可能性がありますが、しばらく一人でやらなければならないかもしれません。はい、そういうわけで、イエス様がもうすぐ来られます。イエス様がもうすぐ来られます。サイリンクリスマス、サイリンクリスマス、皆さん、イエス様が来られることを待ち望みましょう。イエス様が来られることを待ち望むのです。それが本当のクリスマスと言ってもいいでしょう。イエス様を待ち望みましょう。イエス様を待ち望むのです。イスラエルシオニストはどう思いますか？はい、私はイスラエルを応援しています。この終わりの時代、イスラエルはイエス様を信じるようになっていきます。そういうわけで、神様の御心はイスラエルが救われることですね。神様の御心はイスラエルが救われることなんです。ですから私たちはイスラエルのために祈る必要があります。イスラエルが救われるとイエス様が再臨されると書かれています。イスラエルは自分たちの神であるイエス様を知らないですね。自分たちの神であるイエス様を知らないで2000年間拒み続けてきました。なんという悲劇でしょうか、なんという悲劇でしょうか。そして、日本にもそのイスラエルの文化が、伝わっているんです。日本の文化は、イスラエルの文化と言ってもいいぐらい、日本の文化の中にイスラエル文化がたくさんあるんですね。そういうわけで、日本人の血の中に、ユダヤ人の血が、何パーセントか入っていると思うんです。何パーセントか分かりません。たくさんの、ユダヤ人がイスラエル人が日本に来たと考えられます。そこで、日本がこの終わりの時代のこのリバイバルのリーダーになると、その意味が、今クリスチャンが少ないのにどうして日本が世界的なリバイバルのリーダーになるのか、それは、ユダヤ人が、日本に来て日本人の血の中にユダヤ人の血が入っているから、イスラエルの文化が日本にあるから、そのような理由ではないかと推測されます。東の果てである日本からリバイバルが起きるのは、
日本がそのような歴史を持っている。神様のご計画の中に日本が選ばれていて、イスラエルの血が入っていて、その、日本から、リバイバルが起きてくる。日本からリバイバルが起きてくる。この驚くべき、この、日本の在り方、日本の使命、日本のルーツ。皆さん、日本というのは特別なそういう神のご計画があるんだということですね。このクリスチャンが 1% もいない、クリスチャンが 1% もいない日本から驚くべきリバイバルが起きる。驚くべきリバイバルが起きる。皆さん、すごいことだと思いませんか？この日本が神様によって取り扱われる。そしてもうそれが今年からだと、今年から日本の季節が始まったという予言があります。ですからこの年末、なおさらですね、なおさら期待感が高まるのではないでしょうか。今年ですね、そのリバイバルの気配を感じております。9月にエンパワード、10月にエンパワード21というのが京都でありました。エンパワード21という、集会ですね、京都でありましたけど、まさになんかリバイバルを、思わされる集会でした。油注ぎがとても強くて、ですね、今までなかったような、集会だったと思います。エンパワード21が日本のリバイバルの一つの兆候ではないでしょうか。これから油注ぎが、もっともっと増えて、日本が聖霊様によって変えられる。聖霊様によって日本が開かれていくと信じます。皆さん、期待しましょう。イエス様に期待するのです。そして日本のリバイバルに期待するのです。そしてイエス様の再臨に期待するのです。世の中ではいろんな悪いことが起きているかもしれない。サタンが働いて、皆さんもいろんな苦しみにあるかもしれません。でも恐れないでください。心配しないでください。信仰で歩みましょう。神様が味方です。私たちは神様が働いていると信じるのです。神様を信じる信仰によって歩みましょう。その信仰によって神様が働いてくださいます。皆さんの信仰によって、皆さんの祈りによって、神様が働いてくださり、素晴らしい恵みを受けるのです。私たちは、以前は自分の力で生き、心配と恐れの中で生きてきましたけれど、今や私たちは信仰を与えられ、イエス・キリストを信じる信仰の中で希望と喜びで歩むことができます。昨日の夜、良いことがありまして、ある方からメールが来ました。その方は、以前はカリスマだったんですけれども、つまずいてカトリックに行ってしまったんですね。しかしその方が、もう一度油注ぎが欲しいと、植え替えて、カトリックから離れてまたカリスマに戻るというメールだったんですね。とても嬉しいです。
イエス様から離れても、イエス様から離れてももう一度イエス様はこの戻してくださる。油注ぎが本当に必要なんだ。聖霊の働きがどうしても必要なんだ。多くの方は本当にそのことを体験します。油注ぎのあるところに、油注ぎのあるところに主がおられるのです。イエス様がおられるのです。私たちはそのことを信じています。そのことを信じています。皆さんも本当にこの放送に来てくださって、一緒に学んでくださって、一緒に求めてくださっていること本当に感謝します。はい、それではですね、ちょっとコメントあまり読まなくてごめんなさい。ちょっと質問を答えますので、質問のある方、信仰的な質問答えますので、打ってください。はい、悔い改めは何回でも有効ですか？もちろんそうですよ。悔い改めは7の70倍、悔い改めてもいいのです。もう毎日のように悔い改めていいのですね。将来が不安です。アメン。ですからイエス様を信じるのです。多くの人は将来が不安です。信仰のない方は地獄に行くんですから、もう地獄に行くことを恐れていいんですよ。恐れていいんです。でもイエス・キリストを信じたらば、地獄に行かなくて済みますので、そのイエス様を信じて天国行きを信じてください。7の70倍っていうのは、まあ何回でも許しなさいということなんですが、悔い改めも、ね、何回でも悔い改めなさいというふうに、いいのです。正月に初詣行っていいですか？いや、行かないでください。初詣は神社ですよね。偶像崇拝です。日本の呪いは初詣から始まります。初詣行かないでください。初詣行けば偶像崇拝になります。そして偶像崇拝は悪霊が入ってしまうのです。初詣行かないでください。なぜキリスト教を選んだのですか？真理だと悟ったんです。イエス様こそ真理だと悟ったんです。キリスト教会たくさんありますが、どのように選ぶんですか？カリスマ派を選んでください。私も福音派からカリスマ派になりました。油注ぎがあって初めて本当のキリスト教です。シオニズムですか？まあそれは神様のこの導きだと信じます。年賀状、年賀状送ってもいいですか？信仰的な年賀状を送ってくださいね。アイドルを好きになるのも偶像崇拝ですか？アイドルっていうのは偶像という意味ですから、アイドルを好きになるのは偶像崇拝ですよ。他の宗教を非難することは良いことですか？ですね、悪意とか敵意はダメですよ。悪意とか敵意はダメですが、真理は一つです。神様は一人ですから、他の宗教を認めるわけにはいかないのですね。神様が一人ならば、イエス様以外はみんな悪霊と言ってもいいんです。イエス様以外はみんな嘘の宗教、嘘の神様、悪霊だと言ってもいいんです。だからそれを非難というよりも、その事実を主張するべきです。本当の神様だけを主張するべきです。偽物は良くないのは当たり前です。まあ、宗教というのはそういう本質があります。どの宗教でも自分たちが正しいと言うでしょう。でも真理は一つなんです。
真理は一つです。人間を誹謗中傷することはもちろんよくありません。でも、その、間違った神様、間違った宗教を否定するのは当たり前のことではないでしょうか。もし他の宗教を認めるならば、その宗教は、矛盾することになります。他の宗教を認めたらもう宗教ではなくなると思います。科学を信仰してますか？科学は信仰するものではありません。科学は神様のその作られた世界を、学ぶものであって、その科学はまさに信仰に基づいて考えるべきだと思います。特に進化論こそ間違った、信仰です。私たちは、創造論という神が作った世界、神が作った人間ということの中で科学を考えます。キチョンはいつも油注ぎの中にいるんですか？油注ぎを求めています。油注ぎを求めています。カリスマ派って他の派と仲悪いの？そう、仲が悪いというよりも、そうですね、まあそのグループがありましてね、特にプロテスタントは3つのグループがありまして、聖霊派というカリスマを含んだ聖霊派というグループ、福音派というグループ、社会派というグループが、まあ、厳密ではないですけど、およそ3つのグループがあります。で、この聖霊派の中にカリスマがあります。日本ではカリスマは少ないですが、世界では多いんですね。モルモン教はですね、モルモン教とモノミノ党、またはエホバの証人、統一教会、モルモン教、モノミノ党、またはエホバの証人、統一教会、この3つはキリスト教三大異端、キリスト教三大異端といいまして、三位一体を信じない、三位一体を信じない、イエス様を神としないんですね。イエス様を神としないので、私たちはこの3つを異端と言います。プロテスタントとカトリック、プロテスタントとカトリックは三位一体を信じています。三位一体というのはイエス様は神様だということですね。イエス様は神様だという、それが三位一体と言ってもいいでしょう。はい、それでは明石タイムいきましょうね。明石タイム、一人でやるときは、時間をですね、いろいろ工夫しないと、あれなので、明石タイムいきましょう。それではですね、何明石タイムがいいでしょうか。日本から世界的なリバイバルが起きて、日本から、その太陽が昇るように、日本からリバイバルが起きるという、素晴らしい日本の、使命、神様の選びの中で、本当に、日本人として素晴らしいその使命があるという、神様が日本を 選ばれて、世界的なリバイバルのリーダーにしようとすることの、ご計画を知って喜ぶ証、日本の、日本のこれからの未来の素晴らしさを知った証、スタート。キューちゃんにとって天皇とは何ですか？偶像です。天皇は、偶像になっております。
天皇も救われるべき罪人です。天皇もイエス・キリストを信じて救われるべき罪人なんです。どうやったらギャンブルをやめられますか？イエス様を信じて祈りましょう。イエス様を信じて学びましょう。ギャンブルやめられます。キリストは生きている。キリストは生きている。眞子さまが国際キリスト大学に行かれたことをどう思いますか？クリスチャンになってほしいです。クリスチャンになってほしいですね。クリスチャンになってほしいと思います。日本からギャンブルが撤退している。いいですね。ギャンブルが日本から撤退しています。アメン。天皇も聖書を勉強しているとか聞いた。私も聞いたことがあります。天皇は隠れクリスチャンかもしれません。天皇は隠れクリスチャンかもしれませんよ。でも告白してほしいですね。もしそうならばぜひぜひ告白してほしいと思います。今学校で聖書を授業にという案が出ているそうです。わあ、素晴らしいです。それは素晴らしいですね。はい、証少ないですね。証が少ないですね。うちの子供をクリスチャン系の学校に入れたいと思いました。あのチャーシュスクールというのがありますから、チャーシュスクールをおすすめします。はい、証ないでしょうか？証ないでしょうか？臓器提供、難しいですね。いいような気がします。臓器提供はいいことだと思います。日本がですね、日本がこれからの世界的なリバイバルのリーダーになるということの、使命を知った証ですね。はい、教会、明日礼拝があります。明日礼拝、来てくださっていいですよ。予約しなくてもいいです。予約しなくても10時半からあります。キューちゃん放送してないとき何してるんですが、ネットでですね、スカイプで相談したり祈ったりしています。伝道したりしています。あとチャーシュスクールで、勉強を教えています。世界にイエス様の光が降り注ぎますように。中国は日本を爆撃攻撃すると言っています。祈っていきましょう。祈っていきましょう。
日本のリバイバルの前兆証みたいな感じでしたよね。そうです、そうですね。Qちゃんのチャースクールは生徒一人だと聞きました。そうなんです。そして今度3月に卒業なんです。今度3月に、まあ一応卒業するんですが、そうすると生徒がゼロになります。ちょっとしばらく休校になります。どこがリバイバル？まあリバイバルが起きたらまた増えるではないでしょうかね。リバイバルが増えたらまた生徒が来るんではないでしょうか。あのチャースクールの、URL がありますよ。チャースクールの URL はどれだったでしょうか。これかな。これがチャースクールの URL ですね。はい。町田に近い方で、不登校で学校行ってない方、大歓迎ですね。大歓迎です。どんなことを教えますか？全教科。全教科教えますよ。全教科ですね。はい。それではですね。あと質問だけになっちゃいましたね。駐車場はあるにはありますがね。今スペイン語、英語とスペイン語を教えてますね。スペイン語はまあ片言ですね。英語はですね、本格的に教えてますね。英語はね、学費はありますよ。学費は保健体育もあります。学校法人ではありません。この BGM ですか？この BGM は、これですね。これ BGM ですね。あれ、出てないですか？出ませんね。あ、出ましたね。生化学、生化学は得意だったですよ。生化学ですね。イエス様のおかげで頑張ることができました。未信者でも通えますか？そうですね、あの一応信仰を教える学校なのでですね、まあそれは準備が必要かもしれませんね。ミカさんの曲のリンクを復活させてください。はい、ミカさんの曲もありますよ。ミカさんの曲は、これの、賛美というところですね。賛美、はい。それではありがとうございました。ありがとうございました。今年1年はこの放送の油注ぎの1年でした。今年1年はこの放送で油注ぎの1年でした。
はい、それではファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージいきます。皆さん、今はですね、どういう時なのか、どういう時代なのかということをしっかり理解しましょう。世の中では、今この世界がどういう方向に行ってるか知らないのです。世の中ではいろんな不安、恐れの中で歩んでいます。しかし私たちは聖書によって今この時代が終わりの時代で、神様によって裁かれる時代、神の裁きが近づいている時代だということを理解しなければなりません。人類の罪、人類の神様に対する罪の、その復讐の日が近づいているということです。今これからいろいろ災いがどんどん増えてくるということです。もう異常気象もあります。皆さん、この間フィリピンで台風30号がありました。日本でも311がありました。これは偶然ではないのです。あのような災害は神様の復讐の日の前兆なんですね。前兆、これからもっともっと天災、災害、伝染病、あらゆる災害、あらゆる、その苦難が来ると聖書に書いてあります。ですから皆さん、これは本当のことなんです。これはまさにクリスチャンだけが知っていることです。クリスチャンだけが知っていて、そういうことが起きるんだということですね。どこにあるかというと、マタイ24の21ですね。マタイ24の21、その時には世の始めから今に至るまで、未だかってなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。ここにですね、今までなかったような苦難、ひどい苦難があるとはっきりと書かれています。いろいろな、問題が起きます。そして天地が滅ぶと書いてありますね。天地が滅びます。天地が滅びます。皆さん、神様の復讐の日が近づいている。神様のその、人類の罪に対する裁きが近づいているということです。皆さん、そのことをしっかりと理解することですね。そのことをしっかり理解して、私たちはその神の裁きに対して、その神の怒りを鎮めるのは十字架だけなんだ。十字架だけが神の怒りを鎮めてくださる。ですからぜひ皆さん、私たちは自分の罪を悔い改め、自分の罪を悔い改めてイエス様を信じようではないでしょうか。そしてイエス様の弟子になり、イエス様の教えを学んで、罪を犯すような生き方ではなく、神様に喜ばれるような生き方、神様にこの従う生き方をするべきじゃないでしょうか。この天地を滅びます。この天地を滅びますが、イエスキリストにあるもの、イエスキリストにあるものは永らえます。永遠の命を受けることができるのです。皆さん、この時代を見分けましょう。この時代を見分けて、サタンの働きによって滅びるものではなくて、救われるものになりましょう。救われるものになるのです。
皆さんのその生活の中でいろいろな不安や恐れ、また本当に行き詰まり、もう本当に希望がない人生、希望がない社会にどんどんなっていきます。そしてそれは神様が救うために、一人でも多くの人を救うために人々が失望していくように設定しているんですね。もし世の中に希望があったらば本当の救いを得ないでしょう。しかし人生に希望がなくなっていくために、人生に希望がなくなってくるために、本当の希望、本当の人生をその、得るために神様が導いておられるのです。ぜひ皆さんがその、この時代を見分けて、自分たちがこの世がどうなってしまうのか、自分たちがどうすればいいのか、自分たちがどうすればいいのか、そのことをしっかり理解してほしいと思います。復讐という言葉は聖書に書いてあるんですね。復讐の日、復讐の日という言葉が聖書にあります。ですから主の日というのは復讐の日だと書いてあるんですね。ですから聖書にそう書いてありますので、それは神様の復讐の時なんですね。神様の復讐の時なんです。はい、それではですね、今日の放送でその、神の裁きから免れたい、神の復讐から免れたい、救われたい、このこれからの苦難に救われたい人、アメンと言ってください。イエスキリストを信じて、イエスキリストを信じて、これからのさまざまな苦難から救われたいと思う人、アメンと言ってください。アメン、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 アメン。天の父様、今は終わりの時代です。もう多くの人は何も知らないで、あなたを知らず、十字架を知らず、この世の末路を知らず生きています。どうぞイエス様、あなたの御言葉を伝えさせてください。福音を伝えさせてください。一人でも多くの方があなたの愛を知って、あなたの愛を知って、救われますように、救われますように。いろいろな苦しみがあります。いろいろな困難があります。その苦しみ困難の中で真実を知ることができますように、希望を持つことができますように、神の愛を知ることができますように。多くの人は神を知りません。それは神の愛を知らないからです。どうぞイエス様、あなたの愛を知ることができますように、感じることができますように。イエス様がどれほど愛に満ちているお方、どれほど人々を愛しているか、十字架によって、十字架によって神の愛を知ることができますように。イエス様はすべての人を愛している。すべての人を愛している。その愛はとても大きい。大きな大きな大きな愛でイエス様は愛しています。一人でも多くの人がその愛を受け取りますように。イエス様を信じてその愛を、知ることができますように。祝福してください。今日一日も、今日一日もイエス様への、希望、喜びで感謝で生きることができますように。今日一日をあなたに捧げます。あなたの愛で生きる一日、あなたの愛を表す一日となりますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン、アメン。ありがとうございました。また今日夜9時から放送します。シャローン、シャローン、シャローン。